皆さんどうもおはようございます。こんにちはこんばんは、ブラッキーです。第2回の MGSV ミッション別解説動画は原始です。病院を脱出した後のミラーを救出するミッション内容となっております。アフガニスタンでの記念すべき最初のミッションでもあります。今回も S ランク、完全ステルス被殺傷、ミッションタスク達成の順に解説していきます。S ランクを狙うにあたりミッション1原始の目標クリアタイムは12分です。前回もお話しした通り S ランククリアは目標タイムより5分30秒ほど。余裕を持ってクリアすると S ランクを確実に取れます。というわけで6分ほどでクリアするように頑張りましょう。まずはミッション概要について説明します。オゼロットからアイドロイドや双眼鏡の使い方を教えてもらった後イアロソン落に向かい、そこでのインテリジェンスファイルでミラーの位置を特定します。そしてワンデイソン落に向かってミラーを救出。LZ でスカルズに囲まれてなんとかそれを突破してヘリで脱出します。最短でクリアするにはどうすればよいのか。まずオゼロットの居場所は分かってますのでインテリジェンスファイルは無視しましょう。さらに LZ を変更することによってスカルズの出現を阻止できます。よってオゼロットチュートリアル、ミラー救出、脱出で十分です。ではまずは S ランククリアと完全ステルス被殺傷から見ていきましょう。今回は S ランクと PSNK の動きがほぼ全く一緒なのでまとめてやりました。では早速スタート。まず最初にオゼロットから説明を受けます。これは2周目以降ならばスキップすることができます。このミッションは最初ということもあり1周目では制限されていることがあります。挙げるとこんな感じです。フルトン回収はミラーにはどうせ使えないので問題ありませんが、ミッションタスクにある枠神とブントン地の隊長の回収が少し厄介です。そこらを考慮してこのミッションタスクは2周目に後回ししましょう。ということで説明が終わったらまっすぐイアロソン落に向かいます。今回使用するのは初期アサルトと M2000D です。一応護身用としてスタンサブマシンガンも持ってきました。正直開発レベルはどうでもいいです。サプレッサーがついていれば問題なくミッション遂行できます。監視所に近づくとオゼロットから無線が入ります。そのタイミングでワンデイ集落の近くにランディングゾーンを指定、ヘリを呼びます。ミラーはワンデイ集落の中央にある建物の2階にいます。ヘリを要請することによって敵の注意をその建物と反対側に引きます。そして今ワンデイ集落ではなくイアロソン落に向かっている理由ですが、それは段ボール配送を使うためです。今回マップが広いということでこの段ボール輸送がとても有効です。拠点間を一瞬にして移動することが可能です。ただし注意点が3つ。1つは実行できるのは通常警備体制かつ気配を察知されていない時のみであること。2つ目は配送先の送り場が必要であることです。発見は愚か怪しまれるだけでも使えなくなってしまうんですね。というわけできちんと配送所前の敵を無力化させます。PSNK を狙っているならば誤ってキルしないように気をつけましょう。配送はミッション中に限らずサイドやフリージでもとても便利です。ぜひとも送り場は全て揃えてゲットしておきましょう。ミラーが捕まっているワンデイ集落に到着しました。あらかじめ要請しておいたヘリが敵の注意を引いてくれてます。その隙にミラーのところへ向かいましょう。さっきから実銃使って敵を無力化しているけど大丈夫なのか、と思われた方も多いと思いますが心配無用です。死なない程度にチクチクと調整して撃っています。ミラーと合流しました。ランディングゾーンが勝手に変更されて違うところに指定されてしまいます。というわけでまた端末で LZ を近いところに指定しましょう。今回は気持ち遠いところに指定しました。ヘリが攻撃に耐えきれずに墜落してしまう恐れがあるからです。もしレベル上げが十分に済んでいるのであれば、先ほど指定した最寄りの場所にサイド指定し直しても問題ないです。ちなみに使用しているキャラはミッション21灼熱の空港にて、空港後にいた CFA 幹部のブームカンガルーさんです。スキルアスリートを持っており、走る速度がかなり速いです。さらに敵兵や捕虜を担いでいても、ダッシュの移動速度が落ちません。アスリートは出現確率5でかなり低めですが、ミッション21灼熱の空港で回収したら仲間にできます。排除ではなくぜひとも回収しておきたいキャラとなっています。あとはヘリに乗せて一緒に脱出すればミッション完了です。最初ヘリを要請して騒ぎをわざと起こす、ちょっと強引な方法でした。ちなみに陽動に使ったヘリが敵と打ち合いをしていましたが、キルには影響しないので問題ありません。支援ヘリは攻撃で任意の場所に呼んだ場合には、ランク制限を受けてしまい、さらにキルにカウントされてしまいます。しかし今回は LZ で待機させておきヘリが自己判断で応戦しました。その場合はヘリ攻撃によって死者が出たとしてもキルにカウントされません。ヘリが勝手にやったことだからね。スネーク悪くないよね。何を証拠にそんなこと。
はい、というわけで原始の S ランククリアと PSMK 攻略の解説でした。続いてはミッションタスクの達成方法について解説します。ミッションタスクは右に書いてあるのを参照してください。今回はタスク埋め優先ですので PSMK は捨ててます。ですが S ランクはなるべく狙うように頑張ります。というわけで早速行きましょう。と見せかけて一旦沼を降ります。まず最初のミッションタスクはダイヤモンド原石の回収です。坂を全力ダッシュしてダイヤモンド原石を拾いましょう。ここにあります。拾ったら馬に戻ってミッション再開です。まずは同じくイアロ村落に向かいます。ここからの動きはこんな感じです。ダイヤモンド原石は先ほど回収しました。まずはイアロ村落に向かい、ミラーの場所を特定するためにインテリジェンスファイルを見つけます。そして同じくイアロ村落で輸送トラック運転手を回収します。そしてワクシンド分屯地に段ボール配送で移動します。ワクシンド分屯地の隊長を回収。さらに段ボール配送でワンデイ集落に移動。ミラーを救出してヘリで一緒に脱出します。ここで重要なのは段ボール配送を使うため敵に見つからないのはもちろんのこと。気配を察知することも許さずに任務を遂行することです。敵に怪しまれてしまうと段ボール配送が使えなくなってしまいます。もちろん敵に見つかってしまったら馬で移動すればいいだけの話ですが、S ランクも狙いたいということであれば段ボール配送を積極的に使いましょう。ウィアロ村落に到着しました。まずはインテリジェンスファイルでミラーの居場所を特定します。ここは馬に隠れながら進みます。ファイルは中央の大きい建物の2階にあります。先に敵を眠らせておきましょう。インテリジェンスファイルです。これでミラーの居場所が判明しました。次に輸送トラックの運転手を回収します。見つからないようそっと2階から降ります。トラックのすぐそばにいる人が目的の運転手です。この人です。他はどうでもいいので適当に排除してしまいましょう。回収します。これでミッションタスク半分達成しました。ウィアロ村落での任務は全て完了しました。敵に見つからないようにウィアロ村落配送所に向かいます。最初のミッションということもあり警戒が緩いです。ど真ん中を突っ走っても特に見つかることはありません。いざワクシンド分屯地へ。ワクシンド分屯地ではそこにいる隊長を回収します。目の前にいる敵を先にお片付けしておきます。気絶は目が覚めるの早いので回収しておきましょう。潜入ルートはたくさんありますが、今回は普段使うことのないちょっとマイナーなところから潜入します。ここでクラッシュクライミングします。崖や壁に大きな亀裂が入っている場所で三角ボタンを押すと、亀裂の隙間に手足を差し込んで登り降りすることができます。クラックを登った先は拠点の裏側であったり、警備が手薄な場所であることが多いです。ミッションで有利に働くことが多いので見つけたら積極的に試してみましょう。前の地雷に注意。登ったらぐるっと右から回り込みます。回収すべき隊長は分屯地北部にある、4つの小さい建物のうちの5つの中で居眠りしていることが多いです。どこにいるかわからないときはまずそこを調べましょう。馬を召喚。敵に見つかると段ボール配送が使えなくなってしまいます。こんな感じで馬に隠れながら壁沿いを進んでいきましょう。ここの奥の方の建物にいます。敵を先に排除。赤い帽子かぶっているこの人が部隊長ですね。寝ていた部隊長が起きて建物から出ます。外に出る前に片付けてしまいましょう。そして回収。こういった重要人物は赤い帽子だったり覆面だったりと、わかりやすい目印のようなものがあるので見つけやすいです。段ボール配送を使いたいので怪しんでいる敵を眠らせます。あらかた敵を眠らせたらダッシュで先ほどの配送所に行きます。馬を召喚。ここでも同じように敵の注意を引きたいので端末でヘリ要請。馬で先ほどの配送所に向かいましょう。ここは時間との勝負です。もたもたしているとヘリを落とされてしまいます。
ヘリがまだ到着してませんね。もう少し早くに呼んでもよかったのかと反省。ピークオドからの無線が入ったタイミングで移動しましょう。ここからの動きは先ほどの動画とほぼ一緒です。ただし動きが安定してないため先ほどと敵配置が違う恐れがあります。注意しながら進んでいきましょう。ここまで来たらもう安心です。ダッシュで進んでいきましょう。ヘリを要請するメリットとしてミラー周囲の警備が薄くなります。ミラーを見張っていた敵が外に出てしまうんですね。そのおかげで本来警戒の厳しい建物の中を走り回ることができます。というわけでまたヘリを近くに要請します。ああ、見つかってしまいましたね。ここまでノーアラートできていたので残念です。まあすでにキルしているので、もともと PSMK 捨てているので平気です。特に気にしてませんよ。もう見つかったついでなのでヘリを近くに要請します。一旦遠くで待機させていたので、そこまで被弾していないはずです。ヘリが墜落しないことを祈って脱出しましょう。ミッションタスクがちゃんと達成できているかどうかは端末のミッション情報で確認することができます。スカルズに発見されずにクリアは、そもそもスカルズが出現していないのでちゃんと達成した扱いになっています。タスク全埋めしてクリアできました。6分50秒かかってしまいましたので、評価時間だけではさすがに13万到達できませんでしたね。ただ時間かかった分ミッションタスク2つ達成したので1万加算されました。リフレックスモードも振ってるのでさらに1万加算されてます。美味しいスコア加算ですね。というわけでなんとか S ランクも達成できました。以上ミッション1原始の解説でした。いかがだったでしょうか。アフガニスタン最初のミッションということでしたが、普通に難しい内容となっていました。かなり攻めルートで挑戦したので録画に丸々ついた近かったのは内緒です。というわけで以上ミッション1原始決定解説でした。ご視聴いただきありがとうございました。面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。